はい、えー、速報です。トレーディングビューのチャートがですね、日本語化をされました。当サイトでも、えー、よく使っているチャートというのが、まあ、ほとんどこのトレーディングビューなんですけれども、えー、今まではですね、あの、ずっと英語のインターフェースだったんですね。一部ベータ版でその日本語が出るものもあったんですけれども、まあ、機能の制限が相当あったということで、えー、で、まあ、あの、最近ですね、えー、見てみると、なんと日本語が出てるということでですね、取り先ちょっとこちらの方をシェアしようと思って動画の方を作っています。えー、と今動画を作って 作っててていいるのが2015年9月のがが年月日東京時間19時時間間分でですすねまだリリースされれからそんんななに経けどもちょっとですね、いくつか見てみたいと思います。こちらですね、あのブログの記事の中にチャートを埋め込んでいますので、まあ、これを使ってですね、やってみたいと思います。もしこれ YouTube のみで見てらっしゃる方いらっしゃったらですね、この,の YouTube の説明のところにブログ記事へのリンクの方を貼っておきますので、また見てみてください。 でですね、こちらの方にも日本語チャートへのリンクの方を貼っております。で、あとですね、まあ、試しにチャートの方を出してみると、結構ですね、まだあの稚拙な感じの日本語が多いというのはあります。ちょっとブログででもも書いてるんですけれども、まあ例えば えここにですね、サイファーパターンという、これハーモニックの一つの形まああのになります。サイファーというのがですね、国語辞典、英和辞典で弾くとですね、暗号ということになってしまうので、それをまあおそらく機械的に訳したんだと思います。暗号パターンということで、パターンの暗号化というふうになってますけれども、これ何のことはない、サイファーパターンというのがあってですね、こういった形状のものなんですけれども、それを,例を言ってるんですけれども、訳した方がそれを知らないと <laughs> いうことはあるんだと思います。 でただ、ですねこのおかげでですね随分とその親近感が湧いたと言いますか、えー、見やすくなった感はありますであとはですねそのクオートが出る銘柄というのが増えてましてですねなんとその日本の株式のクオートも出るようになってます。 これが例えばトヨタです、ね、の4時間足のチャートを出しているんですけれども、こういうです、ね、機能が出てくるであるとか、ということが非常に新しいところかなというふうに思います。トレーディングビューの使い方自体は、私の方でもコースの方を作成して販売はしております。ただ、このコースはですね、こちらで書いているんですけれども、FX カーシャートで紹介しているコースの中にです、ね、もう全部無料のクーポンつけてますので、 のでもしですね受講を検討されていらっしゃる方というがいらっしゃったらですねまああのこの中でも安価なコースが結構ありますのでそういったコースを購入されることでその中のパッケージのトレーディングビューの使い方とコースの方を見ていただいたらいいのかなというふうには思います。以上は余談でしたはいということで本日の記事ではですね速報としてトレーディングビューで日本語が使えるようになりましたというところをシェアをさせていただきました。ありがとうございます